スリープ。ご縁ありがとうございました。そう、足めっちゃつった今日。なんでやろう。今日頭曲からユニットまでにアクエリ1本飲み切ったぐらいめっちゃ水分も取ったし、アクエリも飲んだのに、めちゃくちゃ押しつった。めっちゃ危なかった。暴れてた後半。ダウトから暴れてました。え、可愛いよな。そのまんまでいい？お疲れ様でした。いや、レナも恥ずかしすぎて笑った。さすがに。嘘やん。今日の第六巻はなんか結構なんて言うんやろ、今日の第六巻はなんか大丈夫かなって思いながらやってたから、なんか大丈夫かなって思ってる顔になってるかなって思ったけど、褒めてくれて嬉しい。ちょっと待ってね。普通に私生活してるんやけど、ごめん。普通にごめん。普通に私生活しててごめん。止めちゃおう。止めちゃっていいかな。何この前髪。ちょっとケープでさ、前髪が動かない可能性があるんだが、まあいっか。論法欲しいな。え、てかさっきさ、配信始まる前に思ったことがあって、結構レナって歌ってるなって思った。一人の時とか普通に歌ってるやんっていうのに気づいた。さすがに一人は、まあ、歌うのはたまにあるか。これ書きれないと思った。あ、こっちか。ブー太郎でした。ブーちゃんも可愛くね、仲良しみたいな感じで。そうなの。めっちゃね切った。
ジでさ、なんか今日メンバーもさ誰も気づいてくれへんかった。ガチめちゃくちゃ切りました。服黒やから分からんか。あすごい落ちた。え、めっちゃ切った。結構切りました。ほんまに切れのめっちゃ可愛いと思った。ありがとう。ね、案外歌ってた。おでこパワー。え、本当？嬉しい。イエーイ。そう、昨日の夜シャンプーいつも3プッシュぐらいするんやけど、いつも3プッシュしちゃった。いつもと一緒で2プッシュでいいのに。ひみこさんはほんまに前髪を下ろした方がいい。なんかケープやしさ、なんかデコに悪いかなとか思って、じゃあ下ろしとこう。まあ、レナ的にはどっちでもいいんですけど、もうお風呂入るから。なんか真ん中だけ分厚くね。そうそうやねん、めっちゃ切った。腹までやったの。え、どこどこ、かきれなのモノマネをしてくれるってこと？かきれながモノマネしてる？うん、今日ねファンデーションもパウダーも変えたの。もうファンデはめっちゃ前に使ってたやつに戻っただけなんですけど、シャンプー2プッシュ。え、そうなん？半プッシュぐらいでいきそうやけど。何がトリートメント？え、みんな絶対さ半プッシュとかで良さそう。男の人は、髪短髪の人は。だってレナでもさ2プッシュで全然洗える。雪降ってるん？北海道ガチ？嘘やん、やば。でも今日確かにめっちゃ寒い気がする、いつもより。うん、それな、全然違かった。おつれな。3ミリ3プッシュ、1ミリに1プッシュずつってこと。こんばんにゃん。え、でもファンデはいつもより白くないと思う。あんま変わらん気がする。変わるんかな。いや、色は変わんないですね。やっぱこっちのファンデの方がいいわ。なんか合わなかったです、今まで使ってたファンデ。今までっていうか今まで、まあ戻ったんですけどね。ファンデーションなくなって新しいやつ買って、その新しいやつがあれって言われて、なんかちょっとあんまりで、新しくバニラ粉がで詰め替え持ってたから、詰め替えを今日開けて、ファンデクリを使ってる。あ、多分黒い服やからやと思う、絶対そう。ツープッシュしてあいに。え、だから多分白やったらほらそんなになんかピントが合ってない。まあこんぐらいですよ、ほら。おお、全然違う。雑って怒られちゃう。うん。長い曲で髪手からし持ってみて。
上手から下手、上手から下手見てた、嘘やん。上手側に三吉さんがいたから笑ったけど、上手側に行った時に上手にいる三吉さんを見てたけど分からへん。声入りたびダンスレベルアップし、ほんまにめっちゃ嬉しいねんけど、嬉しい。なんか最近なんか制服の目で頑張ってる、レナ的にもなんか楽しく頑張ってるつもりだったんだけど、なんかちゃんとやってるみたいな感じで言われて、ちょっとなんかやってるのになーって思ってたので嬉しい、嬉しいですね。怪我せいいよシャンプー泡立てで使うってこと、めっちゃ時間かかるくない、それ大丈夫なのかな。え、バカでかい、バカでかいです、バカでか。そう、メガネ完璧。最近長野とか確かに寒そう。マジ限りのおもろかった、観覧車の。そう、三吉さんいたから、そうそうそう、かわいいよね、黒み。やけどね、気にかけないが視線から来ました。え、嘘、どこで暴れてたん。共感し、幽霊いたかもしれん幽霊いたかも、ちょっと泣きそうなった照れてる、かわいいやろ、ほろほろほろカプ、うん、マジでかいよな、でかさ、さでかさやっとくわ、わかるようにそうえ、かわいいかわいくね、好きになりそうってことは好きってことだよ、もう。え、なんかピノキオ軍と最後のピノキオ軍のところと楽園とダウトで足がつっちゃってカクンってなりました、やばいと思って。谷さんに雰囲気似てるってめちゃくちゃ言われますね、めっちゃ言われる、めっちゃ言われる、なんか申し訳ないんですけど超言われます。だからなんか嬉しいので、そうで、なんだっけ、大人の世界やったんですよ、周年コンサートで。で、衣装が谷さんのでしたって言ったえ、かわいいじゃん、手とか広げちゃっておいでってやってるそう、めちゃくちゃ足つっちゃってちょっと暴れてた、めっちゃ。なんかピノキオはまださ、ギリ曲が暴れてる曲やからさ、いいとして、そう、笑えない曲とかあるじゃないですか。楽園でイエーイかな、いっちゃん最初のじゃイエーイかなちょっとどっか忘れたけどで、足がつってちょっと笑っちゃった
笑っちゃった。笑っちゃいました。めちゃくちゃ痛かった、焦った。しかもさ、なんか太ももとかならまだ動けるから、なんかレナの経験上、なんかバスケとかしててもまだ動けるからいいねんけど、あのふくらはぎってもうつったらほんまにもう次の日まで痛いからさ、あの何傷ついて筋肉かなんかがめっちゃ痛くなるから、マジつる前に、ふくらはぎに関してはつる前につらへんようにしなあかんから、ピキってきた瞬間にやばいってもう力抜くしかないねんな。ピキってきたら力入れたらもうつって炎症してまうから、傷ついちゃうから、ピキってきた瞬間にもう一瞬でやばいマジで焦りました。マジで焦った。ふくらはぎはね結構痛みが残るから、そうちょっと無理したらダメなんですよ、ふくらはぎに関して。他の場所はまあまあまあちょっとつっても、まあ、痛いけど、なんか次の日にそうって感じやから、え、わかる。そう、寝てる時とかマジでやばい。人生3回ぐらい寝てる時にふくらはぎつったんですけど、マジでお母さんマジで夜中にね叫んで、1回なったらマジ永遠治らへんやん、あれって。そう、ちょっと何回もつっちゃった。なんでやろう、たくさん水飲んでたのに。うん、やばいと思ってちょっとマジで焦った。ほんまに焦りましたね。しかも栄養ドリンクも飲んで、頭局からユニットまでにアクエリも1本飲んで、喉乾いて薬マジ飲もう。なんか、まあ、体質なのかな。一番上のお兄ちゃんとお母さんってもう昔から足つるっていうか、もう体がつるんですよ。なんかあったら冷えてもつるし、疲れすぎても使いすぎとかでもつっちゃうし、うんうん、だからまあまあまあ体質だから仕方ないかなって思いましたが、今日に関してはちょっとびっくりした。つりすぎてかくやばい。でも瞬時に対応したので危なかったけど、ピノキオ軍はマジで危なかった。やばいやばいやばいってなってました。セーフ。みんな普通にしまう。え、かぎれなおメガネ普通にしまうやん。じゃじゃんって感じでしまってるけど、言われたらできる。え、わかる。え、それめっちゃわかる。あの力入れてさ、わかるわ。けどちょっと癖になっちゃうから、疲れてる時にやったら足ね。ふくらはぎってマジで涙出るよね。うわ、マジでわかる。そう、一生治らへんのっていう気持ちになる。マジでわかる。マジこれやね、足つった時ってマジでなんかもう、え、一生治らん、もうどうしよう、もう痛すぎて無理みたいななるんですよそう、ちょっと危ない。そうなったらちょっともういやん、履けなあかんしさ、もう履けることもできるか分からへんぐらい痛いからさ、ふくらはぎってなんかちょっと危なかった。カクってなった方が、まあ、見栄えは悪いんですけど、まだマシやったかなっていうえ、マジさ、ここ最近の制服の目のメガネはプロ、ごめんけどプロ、普通にプロですね。メガネ屋さんで働いてるかなっていうぐらいプロですね。しまうの。ありがとうございます。結構私が上手いんじゃないですかね。一番。はい。そうそう、癖になるんよな。わかる。そう、暴れるマジで。うわーって暴れる暴れる。
転がってコロコロコロ。ギャのことめっちゃ見てるやん。もしかしてギャのこと好きなんじゃない。あー何言ってるんだろうね。一番好きでしょきっとレナのことが。え嘘やん嘘やん。表情ほんまにほんまに結構なんかストーンって感じじゃない。メガネなんか日によって違う。日によってっていうかなんか違います。決まってないですね。衣装は決まってるけどメガネってあんま決まってないです。気持ち気持ちいいよこんばんは。気持ちいいよ。超えました。リアクションや。嬉しいよ。嬉しいよ。メガネは自分で選ばないです。置いてある。って感じかな。知人でさ、履けるやん。で、メガネを取りに行って、あ、今日来れないんやみたいな。それまで知らないですね。おしとやかやん。だっていい、別にあのメガネをかけるとかじゃなくて、あのメガネをかけなくてもおしとやかなので、はい、申し訳ないが申し訳ないがね。そうやね、大きめやった。前回もそうだったそう。え、マジでさ、なんかちょっとメガネないんですけど、あ、あるかな。あー、多分実家ですね、メガネ。マジさ、メガネってここに棒があるじゃないですか。ここメガネがあって、ここ棒があって、こうかけるね、耳に。これをまあしまうやん、パタパタってしまうやん。でポッケに入れるんですけど、このこっちの手前の人がポッケに入らずに、わかる、このここのここだけポケから出るっていう、あれしちゃったらもう一回、もう一回出してちゃんと入れ直さなあかんから、あれは結構危険危険。集中力結構いるな、メガネ。まあ、最近は結構達人なので劇場ありれな劇場初デビューなんですよ。ありがとう、めっちゃ嬉しい。嬉しかったな、来てくれて。マジで嬉しかった。パチ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 。じゃあお祝いの儀式いくか。お祝いの儀式行くね。でかいですね、これ結構。お祝いの儀式、ナウ。レナの手紙得たあかんから。これや。ガチで拍手やってガチで拍手してそうで、え、かわいいやん。はぁ、めっちゃかわいいやん。これ頭がもうすんごく重くて、こうね、
体がとても柔らかいんですけど、頭がおにぎりで結構こう重いんですよね、重心が。だからこのこうやって持った時にもう頭がぐんぐん乗ってさ、危ないんですよ結構ね。よっしゃ、じゃあはい。え、待って、これよくね。あ、でも見えへんのか。じゃあ無理やわ。まあ今日もここでお願いします。いいやん、いいやん、いいやん、いいやん。ここかな、こういうとこ。OK、 来た来たぜ。こうよしよしみたいな、よしよしみたいな感じ、よくない？よくない？結構いいじゃん、儀式。よくない？え、これガチよくない？頭なでられてるみたいな感じで出てるよね。いいじゃんいいじゃん、いいじゃないんですか。てるてるって言われてる、てるてる坊主って。気がするがめっちゃおもろいねんけど、確かに目合うよなこれ。怖い？きな聞き顔？聞き顔何？聞き顔何？どっちだった？確かに夜中ね、夜中見たら怖いかも。ずっと見ているよ君をね。振り返り書きれなが良かった、ほんまに、ほんまに。じゃあトーク会じゃ全部後ろ向きでスタートして、ねえ書きれなの一言で何で振り向くな、それでいくな。じゃあ次から1月じゃないわ、11月12月うんうん、それで OK、それでオッケー。これは実家に持って帰ったら、まあ、この2匹は実家に持って帰ったら 100% ブー太郎にやられるので、もう絶対ここで、さすがにね、自分のことを噛むのってみんな思うでしょ、噛みますからね 100%、はい、なのでちょっとこれはダンダダンに出てきたね、出てきたね、ダンダダン見てた、見てる。最近さアニメとかドラマをバカ見てる。やばい口悪い。たくさん見てます。振り返った瞬間お時間。いやマジでもうやばい、やられますね。もう1日で終わるこの2匹ブー太郎の前に出したら。確かにブーちゃんはなんかちっちゃいなんかマスコットとかでもなんかレナはちょっと意地悪だから、なんか可愛いねー
みたいなマスコットに言ってマスコットボーンって投げたらめっちゃやばい、もうふわー暴れてるマスコット食べてやばいよな。ドラマ見てないか。ボスベイビーはちょっと見てますね。ボスベイビーとおかしなガムボールと、ガムボールはもうちっちゃい時に全部見てたからわかるんですけど、再放送みたいな感じで見てるんですけど自分の中でマジでガムボールマジで面白いからみんな見た方がいい。あとボスベイビーとガムボールと、こういう話をバブルでもしたいんですけど、バブルはちょっと言えないのでいつも濁して言ってるんですけど、あとね、まちみまる子ちゃん見てる、しんちゃんは見終わっちゃって、うわ録画された炎上あれも見た、そうそう、さっきのダンダダンみたいなあれめっちゃおもろいキラントの人たちうらやましいと思っております。そうなの、楽しくしようじゃあ、あれだと思う。ふうふう、ほらこの人もふうってやってるでしょ。なんか Hulu も入れてたんですけど、あんまり見ないなって思って、旦那の一夜でやめた。マジ？めっちゃおもろいのに。めっちゃおもろいかはわからないけど面白いですね。見終わっちゃったかな、でも今配信されてるやつは。あ、そう、フール見てたけどネットフリーかな、全部今は。あと何だろうな、あと猫、赤猫だっけ、ラーメン、あれ見終わっちゃった。え、あとあの猫のユキチ、できる猫は今日もなんちゃらみたいなやつも見終わっちゃった。めっちゃもろかった。あと何見たっけな、忘れた。カンドラも見てる、今でも一個だけカンドラ見てるのは隣のパーフェクトなんちゃらみたいなかな、確か多分題名合ってる気がするなんちゃらの時点で合ってないけど、多分今見てるのがそれな気がするあと何やろうな、あとなんかある、最近のドラマアニメなんかあるかな。そうそうそう、できる猫は今日も言う、それだそれですなんやろ、あとでも結構見てた。あとなんか最近やってるドラマかな、なんかドラマさやってない。兵庫帰ります、帰ります。え、結構あと2週間は何もないかな、確かだからちょっと、まあ、大学とかもあるので11月っていうことで、まあ、大学ありますよね、とりあえずね。今日の編み込みめっちゃ綺麗じゃない？コメント欄何？忘れての死んだ
大学院もやばい。大学院も食べるだけかもしれん。ありがとうございます皆さん、大学デビューさせていただきます。ありがとうございます。JK と JD なんかありました？ JD をまだ経験してないので分かんないですけど分からないです。何も今はまあ普通にね SKE って感じですが、まあ、大学のことはねちょっと忘れてるんですけど嫌ばいよな普通に大学院も食べます。はい、半年でよくしか行かなかった。えレナなんかさ4月から11月まで0回ついなめてるって感じよな。だってさ最初の方とかさ大学から電話とかかかってきててね、なんかこれ提出が明日までですとか、なんかこれの応募が明日までですよみたいな、結構ギリだったので大変で毎日で、なんかあーごめんなさいみたいな、すいませんもう今日の夜絶対に出すので明日には届くと思いますみたいな、そうなんか何の授業受けるとかいう書類とかをさなんか全部書いたり送らないとダメなんですけど、本当に電話え、マジ電話してください、大学の人もし見てたら100% 見てないと思うんだけど、もうお願いします、もう電話してください。もう俺ら何も分からへんねん、なんかもうやること何やればいいか分からへんし、なんかもうなんかもう何やればいいか分からない、本当に本当に分からない。だってさ大学の話とか高校でさ教えてくれへんかったし、もう教えてくれへんかったっていうか、高校のなんか大学の話みたいなある時とかも行けてないしさ、まあ行ってもどうせネットからもあんまり変わらんと思うねんけど、もう本当に本当に私も努力はしたいんですが、本当にしたいんですよ結構なんか、はいすいませんいや頑張りたいんですよ私もね、頑張りたいんですけど、私もやりたい気持ちはあるんですよね。休みがあって寝てしまう、これ良くないと思うんですけど、でもなんかロングスリーパーって起きれないんですね、寝てても。もうだって今日とかさなんかね、はい今日とかマジもう一生寝てた。なんか何時に起きるって決めてアラームをかけて、その寝るときはさなんか明日は絶対にこの時間に起きて、もう絶対こうやって準備をしてもうちょっと余裕を持ってみたいな、そのもうこれさマジもう共感してほしい、マジこれ悩み、普通に悩み、普通に悩み、じゃあ悩み相談すんな今から思うじゃんか。でなんか次の日の朝のまあ普通にアラームかけるやんか、でアラーム鳴るやん、そしたらもうなんか今起きなあかんのは分かっているのに待ってみたいな、もう寝て3秒しか経ってないのになんでこんな時間なのってなって10分追加みたいな。でもこれを永遠と繰り返して家出る15分前に起きるとかいう、ほんまにこれマジで悩みやねん、病院行った方がいいやつかなとか言っといたらみんなにバカにされへんみたいな思ってるかもしれへん、ないんだけど、ガチで悩みで本当に起きれないんだよね、本当に起きれなくて、マジで起きれないの。
公演の日とかも結構、まあ公演って夕方からやから集合とかも結構遅いんですけど、マジで夜のその1時とか2時とかにちゃんと寝ても起きられないの。なんでなんやろ。え、ガチガチ、これほんまになんか分かってほしい。え、そう、怠けてるわけじゃないね、決して。え、ガチ、これなんかレナが言ったらさ、なんか説得力ないみたいな感じで出てまうやんか、出てまうやんかっていうか、なんか説得せようと思って言ってるからさ、ちょっとあれなんやけど、なんか変な髪の毛出てるからね、大丈夫か。マジでさ、なんかほんまにマジってほんまに起きられへんねん。もう仕事やから起きれるだけで、え、マジだってさ、ほんまに起きられへん。え、マジマジマジ、普通にね。なんか厳しくない、みんな気持ちの問題。え、厳しない、ダメ、切り替え、え、厳しくない、起きられないんだわー。ガチで、これ結構悩み相談やねんけどさ、悩み相談聞いてくれたりしないですよね、すいません。マジでほんまにさ無理なんですよね、本当に無理なの、ガチなのこれって、結構ガチで。そう。え、マジ習慣なら、もうだって小学校の頃からもう中学まで高校もほんまにもう全然起きられない。マジなんか高校の時とか電車通学やったんだけど、マジでもう電車も立って寝てた、ガクッみたいな、すいませんすいませんってなって焦るねんな、やばいめっちゃ寝てたと思って、危なって考えながらまた寝てるみたいな。やばい起きなみたいな、やばいやばいガクってなった、恥ずかしすぎるみたいな。いや、これガチでさ、笑ってるけどガチなんよ。結構ガチで、本当にね、本当に本当に結構ガチなんですよ。マジでやばいねんな。おもろ、みんながなんか結構あれですね、真剣な人が多いね。いや、私も真剣ですから、はい、真剣です、結構、はい。皆さん厳しいのは甘やかしは本人のためにならないからね、かきれだ可愛いから起きなくていい。死んだ、マジでおもろい。かぎれなのみんなの好きなところは、あのこういうところ、なんかあのかぎれなのファンの人もなんかかぎれなはできるんだからみたいな、こう真剣に語ってくれる人のもう次のコメントが、かぎれなはやらなくていいとかさ、もうかぎれなのコメント欄の好きなところはもうこういうね、おもろいところですよね。ガチでおもろいねんけど。もうほんまに、何みんなっておもろいな。ガチでおもろいわ、ほんまに。これ結構こういうところが好きですね、みんなの。みんなの好きなところですね、こういうところがね、結構、はい。マジでおもろすぎてやばい。ほんまにおもろいですね、結構。待って、少しバレた、死ぬ、マジでおもろいねんけど。あかん、ほんまにおもろい。そう、真面目なコメントがほとんどない気がするやんけど、なんかたまにな、レナのため思って、そう、真面目なコメントも出てくるんやけど、それを反するコメントがもう上下にあるっていう。
あかんわこれ、めっちゃおもろかったんやけどさっきのマジでおもろい。これレナのお兄ちゃんに見せたら絶対笑うわありがとうございます、楽しい時間をほんまにおもろい甘やかされてたんでね、ダメですよね、本人のためにならない。まあけど可愛いから寝ててもいいっていうすいません、ちょっとなんかどっちを選ぼうか迷いますよねめっちゃおもろくなかったマジおもろかった、ありがとうございますえでも案外さ、赤切れなのコメント欄ってなんか多くないですか、結構真面目なコメント、それよくあのダメとかじゃなくて普通になんかレナを、あこの人って結構レナのために思ってくれてるのかは分からないけどなんか結構なんかあるじゃない、かきれなこうなんだからこうがいいと思うよみたいな、おえ結構見てくれてるやんみたいな思うんですけど、え多くないそういうコメント、え分からん案外ない、それなにしてはかきれなルームにしては案外ある方かなって思うんだけど、どうかなあかん、めっちゃおもろかったそうそうそう、可愛いから何でも許されちゃうんですよ私って、すいませんすいませんえガチでも起きられへんのは結構お悩みです、すでにマジでごめんなさい、やめる、なんでよ、いいよ真面目で、真面目でっていうかさ、なんか全然ね思ったことをいてててててて、危な危な、セーフセーフセーフガチでおもろいです、みんなって最高ですね、はいうん、俺がね、俺も確かにね、許してくれるのはルーム内だけだから長いからのマジで無理、ほんまにこういう、こういうことですよねあかんわ、ちょっとなんか今日おもろいなみんな確かに機嫌悪くなる、機嫌悪くなるだから言わないでそれを分かってるってことね、みんなマジおもろいな、ねずこ、ねずこ、ねずこ嬉しい、ねずこってなんか食べてるよね、こういう食べてますよね、竹、竹みたいな、声かわいいよね、ねずこ確かに、でもこれかわいくなかったらやばいってこと、じゃああかんやん行った、向き合わせてた、痛いよかわいいろ、今日知ってるほろほろです、あ、食べてないわ でもさ、なんか真面目なコメントっていうか、え、なん、確かにスルーしてるかもスルーするね、うん見てはいますよ、全部で、ね、コメント全部は見てるえねずこ可愛くない？可愛い。スルーしますね。スルスルでしょ、ほら。それやとか、なんていう、そのなんか。こうした方がいいよ。まあ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 。ありがとうございますって思ってますよ。思ってます、それは。けどさ、なんか、それ読んで、
ありがとうございますだけ言ってもなんかほんまに座ってるみたいな感じでそういうコメントもまた来たらあれかな言い訳してて思わないねんけど言い訳じゃないんですけどはい違いますじゃあさあの真面目なコメント読んであの送ってほしいみんな真面目なコメントじゃあ一旦送ってみてかきるな喋りすぎだよねみたいなかきるなはなんかあんまりそううるさいとか黙るんじゃんレナもうそのコメントばっかやった全部スルーしてばっか黙るかもしれんマジでおもろいですねまあねそうそうそう美人結構これ完璧ですよね美人の完璧金になすちょっとスルーしようかもやったけど夏カレーは入れるよね夏だったらさあきちんと着るべきだよですよねですよねちゃんと大学来た方がいいですよねえ全然怒ってないです嬉しいなんかレナのためを思ってくれて言ってくれてありがとうみんなめっちゃ嬉しいありがとうありがとうギョードさんちょっと姿勢姿勢貴族正しい姿勢した方がいいですよねありがとう嬉しいわかるレナも思ってて規則正しい生活した方がいいかなって思ってたどうこういう感じ思っても裏も出すっていうよくないこれ解決法かもしれんこれがこれ結構解決法かなうん何するやからなんとかでもなんかあのそう裏も出していくわじゃあっていうのしい生活はしてるかもしれん。レナの中の規則は整っている。結構ね。はい。だからなんかあのいいかなーみたいな感じかなー。ね、ツボ浅いよな。なんか本当に笑ってるのみたいな。本当に面白いと思って笑ってるのか、なんか面白くないけど笑っちゃうのみたいな。言われるんですけどほんまに面白いと思って笑ってるんよななんかたまにさなんか面白くないことでその人だけのツボがあってそれがレナかいやちょっと待ってよく考えてみよう一旦たまになんていうんえここほんまにおもろくなかったやんっていうところでめっちゃ笑う人がいますよねでも私は面白いときに笑う一緒かな一緒なんかなツボが浅いのかたくさん笑いのツボがあるのかあんまりわからないけどなんかエレナのいいところか悪いところか分からへんねんけどなんか例えばさなんか誰かが普通にこうやって話しててなんかレナの中でめちゃくちゃ面白い言葉を一言言ったとするやんなんじゃんみたいな言ったとしてその人は普通やし周りもそれを聞き流してるんやけどなんかレナはその単語しか入ってこへんくなってえこの単語えもうこれでこういう思いで言ったんかえそれってめっちゃおもろくないみたいななんかあの考えてまんねんなその単語に関してでなんかえおもろーみたいなのってはもうなんか分からへん伝えられへんねんなみんなにはみんなにはちょっと伝えられないんですけどなんかよく考えても面白と思って笑うのがツボが浅い人やんやねんけどなんかツボが違うのかなじゃあいやえ分からへんツボが多い
なんかめっちゃ考えてまんねんな。え、この人ってこういう思いでさ、この言葉言ったのめっちゃおもろくないみたいな。なんかちょっとほんまになんか伝わってほしいな。でも絶対伝わらへんと思う。なんか感覚、おもろい感覚がある自分の。ツボが多い、多い、浅い、ちょっとわかんないですね。はい。なんか笑ってまんねんな。あ、いいね、感受性が豊か、いいじゃん、それでいこう。なんか頭良さそうやし、それ言っとくわ。なんか、そう、案外ね、考えてるわけですよね、結構。多い。最初泣きてそうだった、ほんまに。おもろ。え、わかる。わかるわかるわかる。こっちゃんのツッコミバカもろいよね。わかるわかる、めっちゃわかる。そう、よく笑っちゃうんですよ。よく笑っちゃう。よかった、笑う子好きで。笑う子好きでよかった。みんな笑う子好き。よかった。よかった。よかった、笑う子で。でも笑いすぎなんかな。ツボが浅いのか。って感じ。なんか本気で笑ってる時と、なんか笑ってあげてるみたいな時あるじゃないですか。マジで、なんか、その違いが、その違いが、なんか、レナは、わからないみたいな。え、わかる？なんか、わかりやすい？なんじゃら笑い。なんやったっけ？なんか、へぇ、みたいな。へぇ、みたいな。誰かが言って、ふん、みたいな。え、ほんまに笑ってる？なんちゃら笑いや、みたいな言わへん。なんやったっけ？なんやったっけ？あー、それ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 、アイス笑い。アイス笑い、え？愛想笑い？え？え、ひらがなにしたらさ、愛想う笑いじゃないん？愛想？え？なになに？どっちどっち？え？愛想なん？愛想笑いなん？危な、世間に弾かれずに済んだ今知って。愛想笑いを、愛想笑い、危な、セーフ。これ来年やっとったらもう世間に省かれてましたね。20歳なので。危な、19でセーフ、セーフ。え、ガチ？あーね、どっちでもいいんだ。でも漢字にしたら愛想笑いやんの。ねえ、待って、初知り。弟に教えてあげる。レナが勉強教えられるのは弟しかいないっていう。弟しかいないから。あ、スクショ。あー、指さしたところにあるのかな、タワーって。目で、目公園だったのね、だったので、制服の目。あ、やばい、見える、ピース。バイバーイ。ごめん、ごめんな、ごめん、スクショタイム全然成功タイム、ごめんね。明日からもう燃えて頑張ろう。ありがとう、ありがとう、お伝わ、気をつけて帰ってね。おやすみ、みんな、ありがとう。愛想笑いね、愛想笑い、オッケー。また明日、起きます。規則正しく規則正しく生活しますね。はい、規則正しいって言ったら朝の5時に起きてるとかかな。それでいくわ、じゃあ。バイバーイ。あごぴあごぴー。
バイバーイ、おやすみー、また明日ねー。